はい、皆さんこんにちは、アチでございます。宗英さんでスイッチの表ですね、三国志14やっていきたいと思います。じゃあね、とりあえずやることやったので、あとはテロ見ていきましょうか。あ、いや違う、あれやらないといけないわ、報酬ね。さっき報酬もね、もう正直ね、今私お金いくらあんの、あ、そうだ、内政しないといけないわ。内政ね、人志内政誰います。あ、いや、めちゃくちゃ人いるんだねこれ。あー、困ったな。総工さんなんか買い殺していいのかな。あ、賃貸さんもいるね。この人なんかもったいないな。環境圏さんでいいんじゃないね。うん、だってこの賃貸さん他いいもんね。うん、もったいないもったいない。で、はい、こうしましょう。で、内政で地域内政ね。はい、あ、そうか、命令書があと1個しかないのか、びっくりしてた。で、A を送りましょう。あ、動き出しましたね。はい、おーか、拡張さんが馬長さん、馬鎮さんだっけ、発見しましたね。印象さんが明徒大夫さん発見しました。あとよろしくお願いしますよ。あ、もうここでぶち当たるね。ほい、ほんと顔と見た目ということが違うわ。もう職はこういうさんもいないんだよね。じゃあちょっと序盤のね、武将を見ていくようにしましょうか。全然ちょっといきなり始まりませんけど、ちょっと待ってね。さっきでもね、やることやらないと私忘れちゃうでね。で、地域内政見ましょう。はい、うわー、たんまり言うね。はい、で、ちなみに私ここ何人いるの、人は。もう命令書1個しかなくなったけどね。あ、お金はあるね。22人は言い過ぎだな。まあ、後で追い出すこと考えましょう。決済もすることないか。ああ、でも水器はしないという。おお、水器めちゃくちゃあるわ。あ、しまった。なくなっちゃった。枠が。あ、しまったね。ああ、命令書、序盤は入れておいた方がいいかもかもしれないね。命令書増加でしたっけ。はい、国章さん。お、国章さん、安定だね。助手さん発見しました。おお、平原の探索中に、なんと、聖堂白山路発見いたしましたと。はい、可否あたりに伝えられたの報告がありました。ぜひ調べてください。可否遠いからね。可否には可否にお任せしますと。義勇兵、あ、徐州制覇だね。はい、徐州の制圧かと。もう私、あ、酵素の範囲、ああ、これはあれね。はい、ああ、取ったんだね、いつの間にか。で、じゃあ、とりあえずね、何人いますか。これ一括すると何人飛んでいっちゃう。うわー、1万4000、2万しかない、1万4000も飛ぶのか。ちまちまするしかないか、またこれ。ちまちまやっていきましょう。お金が貯まったらね。お金が貯まったらそんなことなくなるんでね。はい。で、決済だね。あ、宴会、あ、そっか、宴会やってればよかったんだ。お喜びください。で、これかな。たやすいことです。13人だってさ、というところで、ここで、まあ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 だね。じゃあね、ここからちょっと見ていきましょうか。全勢力の武将で。で、14人しかいない人。14人しかいなかったよと思うような人ね。衣装さんはいたい。あ、でもこれ待てよ。私この年代の人あんまり知らないからあれなんだね、出てこなかったと思い込んでる人もいるかもわかんないね。13って実は出てるのに私が見れなかったから。例えばね、芝優さんなんか、私まあ教えていただいたけど、あれ見てないもんね、芝優さんね。あ、この人知らない。まあまあ、それでやっていきましょう。この人知らないね。じゃあこの人何、インパンさん、インバンかな、ダコンの方なのかな。この人は13、18、67、67、69ですね。で、混乱勝者、地域振興。ああ、もうちょっと戦争には出れないと。あんまり出せない人だね。まあ勝者が持ってますけど。
法律と先導を持ってますね。で、この人は何？義の管理。あ、33歳なんでね、記述はありません。演技はね、宗英の意を受けて埋伏の道具として語に投稿し、盛んに司法を論じて孫権から定位官に任命された。巧みな弁説で交友を広げ、主教や、各府と特に親しくなったが、藩省や、藩春からは警戒された。後に、離反が発覚されて中殺されたが、拷問を受けても御内部の協力者の名を明かさなかった。え、どういうこと？あ、なるほど、そういうことか。いや、一瞬御内部の協力者は明かさなかったから、義で拷問されたのかなと思ったんですけど、違うんですね。御で中殺されたんだけども、内通者誰だって聞かれても、うちの内通者って誰なんだって聞かれても、協力者の名を明かさなかったと。いや、まあね、ほんまに本当拷問を受けた段階でもう殺されると思っていたらいいんでしょうね。で、口割らない。多分口割ってもね、殺されるのがオチだと思いますんで。もうだって私がね、ちょっと冷酷な話だけど、私はする側、拷問を命じた側だったら、ね、口割ったところで、じゃあ今後その人どう扱いするのと、養ってあげるのとかなるとね、その税金で養うことなんだよとね。で、そういう人、役職つかせるとまずそうだしね。まあ、もう、口割ったから帰れないんだろうけどね、義には帰れないんだろうけども、じゃあ情けかけれるのと。情けかけたとしたら、ね、配下や国民の感情どうするのというような悩みもあると思うんで、難しいと思うんで、そうなるとね、やっぱりもうさよならっていう感じになるのかなというように思うんで、まあ捕まってもう拷問を受けたら覚悟してもう先に下かんで行っちゃうかぐらいを考えた方がいいのは、でも下噛むの嫌だよね。むちゃくちゃ苦しそうだもんね。下噛むと窒息って聞きますもんね。まあまあそんなこと置いときまして、じゃあ次行きましょう。陰木さん、これイラスト変わってますけど、いましたよね。あ、違うか。13ではこのままだったっけ。で、この人、あ、これ陰霊さんもいたね。陰霊さんもいたね。あ、この人知らないね。栄心さん。ちょっと見てみましょうか。33、26、81、72、68ですね。で、もう能力すっ飛ばしましょうか。五感、義の心。あ、まあ、早口でいきましょうか。古武と鎮静、広報改革、核力と投石ですね。で、節約と滞りを、あ、いや、特例か、を持ってます。そういや、前回ね、全シリーズっていうか、新婚式の時に総評さん読み忘れてるんですよね。まあ、総評さんもう星になってましたけど。あ、いやなってないわ。総評さんは星にはなってなかったね。総評さん呼んでなかったですね。非常に、もう私、この三国志は総評さんでね、総評さん非常にお世話になってるので、最近ね、扱いが存在だなって自分でもちょっと思いますんで、ちょっと気を引き締めましょう。五感、義の心、栄治の子、ああ、こんな人いましたね、13でね。演技では記述なしの、史実では加工等に登用された後、父の功により曹操から、関内公に封じられた。宗妃即位の際、軍神が義の徳を称える中、五冠の徳を称えたことで宗妃に称賛され、おお、支部尚書となる。宗衛の代には重職を歴任する一方、諸葛亮の北伐や五軍の合肥侵攻、関宮県の領土征伐、などについて、助言を行い、そのどれもが的確だった。晩年は司空、使徒に 昇進したと。わー、すごいんだね、この人。親以上だったのかもしれないですね。じゃあ次行きましょう。次は、いつきっちゃんは知ってますね。円珠さんも知ってます。円穂さんも知ってます。大井さんも知ってますね。王冠さん、この人知らないね。ちょっと見ましょうか。59、12、60、70、8、75ですね。おー、もう政治の人ですね。新興法律。新選って何？所属都市に、所在していると、あ、戦費が出現しない。計略麻薬の毒で戦費が出現すると。あ、戦費と何かあった人かな。で、火力と。で、能力は、青鸞と公園ですね。で、地域巡回レベル3持ってます。51歳ですね。王冠偉大という名前ですね。なんかすごい、あれですね、偉そうな、偉そうなというか、ね、名前ですね。義の心。芝居が曹操一党から政権を奪った際、芝居の命で中領軍の職を代行し、葬儀の陣営を抑えたと。
史実では曹操に召し出されても各地の権令を務め治療を地籍を挙げた曹丕、曹営の代にも中央や地方の官を任され戦費に対する防衛を強化したほかその公正な態度を周囲に見習われた。だから戦費なんだね。中央に戻って裁判を担当すると曹操に対しても厳格に応じ芝居が曹操から政権を奪うと中領軍の職を代行する。その後も高位高官を歴任した。結構ね、もう豪傑はいませんけど政治家としては優秀な方多そうだね。さあ次行きましょう。はい、大木さん。あ、いたね、この国の人すんごいいい人だね。もうこの面積すごい。で、あ、もう大木さんいるんだ。あれ、大木さんこんな時にもういたっけ。いたんだね。あ、この人もいい人ですね。もうこれ、あ、ちょっと待ってよっていう感じのね。あ、大木さん、大木さんもいいね。あの傑出した人が少ないけどもバランスのいい人多いんですね。で、あ、大志さんいたね。大宿さんいたね。あ、大春さんもいいんだよね、この人ね。この旗振ってる人ね、この人すごく、あの、都督向けなんだよね、確かね。でも、強欲か。ダメだな。で、大宗さん。あ、この人はもう、もう、超皮っぽい人だね。で、王朝さん。あ、この人、王朝さんって読むのか。多分前、王栄さんって言ってたかもわかんないね。で、あ、王トンさんね。お？うん、王トンさん。あ、王平さんね。この人もいい人だね。魅力が低いのがちょっと気になるんですけどね。確か字が読み書きできないんですよね。ただあの馬謖さん、泣いて馬謖よけるの馬謖さんの時にあのもう反対した人なんだよね、この人ね。で、この人だけが確かこの人だけ、うん、諸葛亮の進言では忠義の死の一人に伝えられるとね、この人だけがあの馬謖さんの失敗の時に、降格されなかったんでしたっけね。で、馬謖さんってあの人逃げたんだね、一遍逃げたって話になってんだね。いっぺん逃走を図って、で、ま、連れてこられたみたいな感じでね。で、それを手助けたちも一緒に降格したと聞きましたけど、あ、大陵さんいい人だね、この人。でももういい年でしょう、56歳ですね。この人いいですね。で、大陵さん、66歳です。で、あ、大陵さん昇進なんだね。あと、感触持ちなんだね。で、カーンさんだね。あ、カーンさん、変わった形してるね、ここがね。で、ああ、カキさんだ。そうだ、でもこの人もう51歳なんだ。この人長い人ですね。もうあの、関東タコ連合のすぐ後ぐらいから出てきてませんでしたかね。で、カキンさん。私がいつも王老さんと間違えるカキンさんですね。で、カクワイさん。あ、カクエキさんか。カクエキさんは誰の子だっけ。ああ、カッカさんの子だ。そうだ、そうだ。で、ガッカンさん。あ、この人、もう出てんだね。あ、まあ、32歳で若いですけどね。この人は別に親いないよね。で、あ、各省さん、この人ね、すごいんですけど、まあ、今回もいっぱい人を見つけてくれてますね。人事ですごく頑張ってくれてますけど、この人使えないんだ。ほんと残念なぐらい使えないんでね。今回さすがに政治と魅力が下がってる気がしますね。もうオール80あってもいいぐらいって今まで思ってたんですけど、知力78、もうちょっと知力あってもいい気がしますけどね。ただこの人がもう残念なのがもう、うわ、すごい持ってる。鉄壁牽制足止め、ま、全開で持ってるね。全開で持ってる。6個が確か最高だったと思うん で、封殺、節約、イブ、堅牢、会社、言うことなしなんですよ、この人。言うことなしなんだけど、もうこの人形見たら使えないんですよね。まあ投石ぐらいで使えるんですけど、正直これぐらいの能力の人投石で使いたくないよね。魚鱗で使いたいよね、こんだけ持ってんだからっていう感じなんですけどもね。非常に残念ですね。え、まあ使い方によったら使う人によったらすごくいい人なのかもしれないけどね。あ、これ居場所わかんだ、すごい、ここでね出るんだ。で、各城さん、これは前回の13では各氏さん、各氏って言われてた人ですよね。で、あ、この人誰だろう。あ、いないんだ、決まってないんだ。で、ガクチンさん、ガクシンさんの子供ですね。あ、カクフさん、さっきこれ出てきた人かな。あ、ここでこのカクフさんはあのさっきの内通者の内通者の前腹の毒の方を怪しんでたという人だね。あ、これ知らないね。うわー、54、36、42、68、25、悪いなー、同点平坦切りしたらダメなんだって。あと優柔ね、全然ダメじゃない。よく疑ったね、この人ね。疑ったというか先見の目があったということだね。で、能力、馬勢駆逐で、方言、あ、で地域巡回か、ちょっと使えない人ですね。
親愛武将読めないインパン、インパンさんさっきいたか、劉備の官僚後に語に使える、あそうなんだね。演技では記述がありません。史実では劉備の入植時に霊僚大使に任命され慶州に残って関羽に属した、あそうなんだね。慶州をめぐって劉備と孫権が対立した際は調査霊僚慶陽に侵攻してきた呂蒙に、抵抗するも義法にかかって降伏、劉備と孫権が和解すると劉備のもとへ返された。後に再び孫権に下り後では帝位、にまで昇進したと。あーなんか思うところあったのかもわかんないね。まあただこんだけ裏切ってるから能力はこんな感じになっちゃってるかもわかんないね。魅力25ですもんね。ねはい、じゃあ次は格陽子さん、これだ知ってますね。で次格陽子さん、格陽子さんもいい人だね。でもこの人が良すぎだね。格愛さんね、格愛さん41歳、誰の子、あ子いないんだ、ああ格好派さんと仲悪いんだ、あそうなんだね。格好派さんは職側に行きますもんね。さあその次格好さんですね。格好まだ多いね。加工医さん、この人もいたね。で、加工家さんもいたね。で、加工家さんもいたね。加工研さん、この人は知らないんだね。ごめんなさい。呼びますよ。40、36、64、68、65で、巧妙を持ってます。巧妙って良くないんだよね。うん、焦っちゃうんだよね。で、足止めの格欲、戸籍整備。まあ、格欲なんですけど、40と36ではしんどいですね。では列伝いきましょう。23歳若いね。太郎さんでいいのかな。で宋さんと仲がいい。仲悪いのは孫子さんと劉邦さん。結構親愛と嫌悪を持ってんだね。義の官僚加工権が出たが一族との関係は不詳と。演技では記述がありません。史実では宋英が危篤に陥った際宋宇宋宋宋宋孟でいいのかなこれ、太郎と共に双方を補佐するよう、異名を受ける。しかし劉邦と孫子の進言で宋英は双方の貢献を曹操と芝居に変更し清掃に敗れた加工権は宋らと共に免職された。あまあこの時代、まあ、この時代の方が逆にこういう勢力争いというかきつかったのかもしれないですね。次加工源さん、これ私知らないな。加工源さん、あいたかな、ちょっと微妙ですけど読んでいきましょう。54、39、76、93、65、あ政治がすごい高いね。で名声強化能力人脈学者、あ全部いいね。言うことなしだねここはね。で能力は混乱鼓舞と格欲持ってます。地域振興レベルをいいですね。で列伝はお父さんが加工益将さんです。で親愛武将がカーンさん、環球圏さん、諸葛丹さん、曹操さん、この人の読み方忘れてた、13で見たけどね。ああ、李翔さん出てきた。ああ、李鵬さんも出てきた。あ、この李鵬さんは李鵬さんじゃない、李鵬さんね。兼務長いませんね。義将、加工将の子、曹操のいとこ、正談家、李鵬、これなんていうんだろうね、超、イボの糸の胃でいいのかな。イボの糸の胃が入ってそうな気がするんですけどね、そうめんのね。超胃と読みましょう、勝手に。とともに、双方からしばし中殺を命じられるが、しばしに密書を発見される。リフォーラと共に、市場で、おお、鷹山の刑というものかな。腰を真っ二つ、の刑に処せられ、三族皆殺しにされたと。史実では曹操が政権を握ると、公職を歴任し、優れた功績は、後世の手本となった。244年、曹操と共に職を攻めるが、非に敗れた。曹操が芝居に打たれると曹操と密接だったことから厚遇されなくなる。李鵬、張飛とともにしばし打倒を図るが露見して殺された。同じくしばしに反乱を起こした、諸葛丹、環球圏らとも親しかったと。なんか人脈の図があったら面白いのかもしれないね。まあとんでもない量になるでしょうけどね。じゃあね、とりあえず時間来ましたのでこの辺で終わっておきましょうか。それでは、三国志14、宋英さんで水死の表ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。